朝鮮がんの手術について、これは我々福島医大の甲状腺内分泌学講座の岩立先生。それではですね、今回甲状腺がんの手術ということで、皆さん特に学生さんに甲状腺をしているときにどこに甲状腺がありますかっていうふうな形で言うと、皆さんやっぱりここの上の方を触るんですね。でも実は甲状腺の位置というのはもう少し、下になります。で、喉仏、ここが喉仏ですけども、皆さんしこりがあるんじゃないかという心配するときには、皆さんここを触ってしこりがあるかどうかというふうに心配されてくるんですけども、実はこの鎖骨、ここにこう鎖骨というのがあるんですけども、鎖骨の少し上に甲状腺がここにある。で、どういう症状がしこりがあると出てくるんですかという質問があるんですけども、例えば甲状腺の左側にしこりがあった場合、実はここのところに食道といって、ご飯を食べるときに物の通り道があるんですね。なので、ご飯を食べたときにここに引っかかるっていうときを、そういう症状があると言って、こちらに病院に来られることがあります。ただ最近は自分で症状を見つけてくるという方よりも、自分では症状がないんだけども、例えば、動脈硬化の超音波を首にあったところしこりがあったとか、あるいは他の検査で CT 検査などを行ってたまたま甲状腺にしこりがあった、そういうような方が増えてまして、決して自覚症状があって病院に来るという方よりは、何か偶然に超音波検査や CT 検査で見つかって自分では気づかなかったけども病院に来るという方が多いということがあります。さて、我々専門病院なので基本的に他の病院で紹介状を持ってこちらに来るんですけども、基本これが問診、まず何か自覚症状があったのか、それは先ほどお話しした物を食べた時に飲み込む時に違和感があるとか、あと場合によってはですね、特にがんの場合、後でお話ししますけども、反回神経という声帯を声をこう出すような、ところ、声帯ってここにあるんですけども、そこをこう、がんがそこに、浸潤してしまうために、その声帯が動かなくなって声が枯れる、砂声といいます。そういう症状を持つ人もいるんですね。なので、まずこの問診というのが大事になってきます。そういう私たちの方で、よく見てですね、あと触って、しこりが触れるかどうか、そういうことを我々の方で調べています。で、その次に何をするか、甲状腺は、超音波検査が非常に有力です。今、いろいろ CT 検査、MRI 検査、あるいは TET 検査、いろんなさまざまな機械が新しくなっていますけども、甲状腺の場合は超音波検査、これが非常に有力なツールとなってまして、ほとんどこれでどういう形なのか、どこに位置しているのか、そういうのが分かってきます。で、もしそこで、しこりがあった場合、我々がそれが良性のしこりなのか、あるいは悪性のしこりなのかというのを超音波である程度区別することができます。で、もし我々の中でこれは悪性に近いものではないかというような形には、この腺子吸引細胞診といいまして、超音波でしこりを見ながら針を刺して、そしてそこから細胞を取るということをします。で、もしこの細胞を取って悪性の細胞が出ると、初めてがんというふうに診断がされるというふうになっております。さて、甲状腺の手術、皆さんあまり手術というのは経験したことがないと思うんですけども、やはりどの手術でもそうなんですが、この甲状腺の手術というのは全身麻酔で行います。局所麻酔でやっている、ようなそういう疾患もまれにありますけども、我々のところでは基本的には全身麻酔での手術になります。で、この
全身麻酔の手術、甲状腺の手術というのは、ちょうどですね、1850年ぐらい、ちょうど今から、150、60年ぐらい前に、この全身麻酔が、エーテルというのが全身麻酔が発見されて、そこで、乳がんの手術などの、体表の手術を行っていたんですけども、この甲状腺の手術をやったところ、ほとんどの方が何らかの原因で死亡してるんですね。実は何かというと、この甲状腺のしこりを取ったことによって術後の合併症というのが起こると。で、今おそらく考えると、この取ることによって、すなわちちゃんと出血がコントロールできるかどうか、あるいは術後に何もなく無事にこう治るかっていうのが、実はここ、息を吸ったり吐いたりするこの気管というのがあるんですね。で、この気管というのは、ここだけが、肺につながって息の通り道なんです。で、我々が一番心配しているのは、この手術の後に何らかのことが起こって、ここの息の吸ったり吐いたりするというところが全部閉じてしまうというの。閉じると窒息なんですね。すなわち、命がなくなると。これが一番甲状腺の手術で一番怖いところで、実は、その1850年代というのは、フランスの医学界では、甲状腺の手術そのものを禁止すると、もう学会レベルで禁止するというような、危険な手術、あるいは野蛮な手術と言われた時代もありました。で、今はもちろんそういうのを安全に行っておりますけども、それでも合併症というのはゼロではないです。で、甲状腺のこの皮膚の切開、どうしてもここの距離7センチあるいは大きければ10センチぐらいの手術をここをこう横にこう切んなくちゃいけないんですけども、なんでこのぐらいのこの傷を開けなくちゃいけないかというと、実はこの甲状腺をちゃんと見るということは、このぐらいの視野、このぐらいの手術の場所が必要なんですね。で、我々ここのところを皮弁といって、皮膚と筋肉の間の脂肪のところをずっとこれ剥いでいくんですね。電気メスというメスで、この下もずっとここを剥がすことによって、初めて甲状腺の上の筋肉が出てきて、それを分けることによって甲状腺が出てくるというような形になります。で、私の方、我々よくこういう甲状腺のこの模型を使って話をするんですけども、甲状腺を右側と左側といって、これ図で簡単な図で、ここに反回神経という神経があります。実はこれ模型でいうと、ここに反回神経があって、これが声帯という部分ですね。で、非常に僕らはもう常に注意をしてるんですけども、この反回神経という神経は非常に繊細な、ものでして、ちょっとでも掴んでしまうと一時的にこの反回神経が麻痺してしまうんですね。先生、途中で悪いですけど、はい、一番端が裏側ですね。これ裏側になります、はい、これ甲状腺の表側で、これ裏側になったものです。で、この反回神経がこの損傷するとどうなるかっていうと、この声帯というのが普通はこの神経によってこう閉じたり開いたりするんですけども、こちらが損傷されればこちらの声帯というのがもう動きません。動かないというのはもう真ん中で固定されてしまうんですね。それで、こちら側だけ動くような状態、こういうふうになると声が枯れる、左声ということが起こります。で、もし万が一このどちらの反回神経も損傷した場合、実はこの声帯というのが開かないんですね。どうなるかというと、これ声が出ないというレベルではなくて、実は窒息なんですね。もう息ができなくなる、そういうような命に直結するようなところを、この反回神経あるいは気管、声帯、そこを手術で扱っているということを、ご理解してください。さて、我々どういうような手術、甲状腺を、溶接上半分だけ取りますよ、あるいは、全部取りますよ。で、しこりがある場合、あるいはがんの時、どちらかの、選択をするんですけども、
患者さんにお話しするときには、この全部取った場合、甲状腺のホルモン剤というのは実は甲状腺以外ではこれ作られてないんですね。すなわち甲状腺ホルモン剤を一生飲まなくちゃいけない、こういうことをお話しします。で、半分だけ取った場合どうなのかというと、実はこの半分の方でも、十分甲状腺がのホルモンが、間に合うんですけども、場合によってはこれだけ足りない方は少しこれをホルモン剤を内服するということもあります。さて、この反回神経ですね、非常にこうパッと見るとわからないですね。こういうふうにこう黒く僕マークをしましたけども、これが反回神経なんです。で、昨日今回50周年ということで、昨日も、それこそ50周年、50年前からこの学会に来られている先生ともお話ししましたけども、50年前の甲状腺の手術というのはなるべく反回神経というのを見ないような、見ないようにして残していたというふうなお話をされていました。すなわちやっぱり反回神経というのを昔はやっぱり少しでも触ってしまうとこう損傷というか少し一時的に麻痺が起こるということを心配されたというお話をされていました。さて、じゃあ次からがんの話、この甲状腺、この乳頭がんという、これ一つ甲状腺がんの種類の一つで一番多いタイプですけども、先ほどお話しした腺子吸引細胞診ということもので診断が可能です。また、首のリンパ節転移が多い、あと、まあ最初、肺や骨などの遠隔臓器への転移は少ないと、他の次に露胞がんの話をしますけども、露胞がんと比べると転移、こちらの遠くに行く転移は少ない。ただこれ進行すると、先ほどお話した反回神経や器官に浸潤することがあります。で、我々はリンパ節っていうのを非常に重要視していまして、もしここの甲状腺のところにこうがんがあったら、どこにリンパ節に転移をするか、一番最初この中央領域に転移を最初にするんですね。でもっと進行するとこの外側の方にリンパ節の転移がいきます。なので我々がんの手術をするという時には、この甲状腺を取るだけではなくて、必ずここのリンパ節というのを取って、しっかりこう、我々の言葉で言うとリンパ節郭清という形になりますけども、そういうふうにしてリンパ節を取るということになります。ですので、例えばここに甲状腺の乳頭がんがあった場合、気管周囲のリンパ節を郭清するということを行うんですね。で、気管の周り、あと反回神経の周り、ここのリンパ節を全部取るような形の手術になります。あるいは腫瘍が大きい時ですね、こういう場合は甲状腺を全部取ります。そして、気管の周囲、それは右だけでなくて左側のリンパ節もこのような形で取るということを行います。で、さらにですね、こちらのこの頸動脈の方にリンパ節転移がある場合は、こちらの方も、リンパ節を全部取るというような形を、手術として、使えます。で、僕らがこう一番がんが進行した場合に心配なのは、これ反回神経にこう浸潤している場合、あるいは器官に浸潤している場合、こうどうしてもですね、合併切除ということを行わなくちゃいけないんですね。で、先ほどから何回もお話ししているように、この反回神経を合併切除っていうのは非常に患者さんの、QOL というか、これからの生活に非常に関わってくるので、僕らはなるべくこうならないよ、なる前に手術をしたいというようなことを考えています。で、甲状腺の露胞がん、これは、5から10% 程度で、これは非常に難しいんですけど、手術前には診断が困難というふうに思います。で、頸部のリンパ節転移が少ない、肺や骨などの遠隔臓器への転移をすることがある、で、
このここですね、最終診断は手術後の病理組織検査で診断されるということです。実はこの理由は、この細胞、我々こう最初にこう細胞を取ってっていうのはここに針を刺して細胞を取って診断するんですけども、この細胞とこの細胞は全く同じに見えるんですね。でどうなるとがんというふうに診断されるかというと、手術の標本を見てこの皮膜という部分、そこに浸潤をしている、あるいは血管の中に入っている、こういうのがあって初めてがんというふうに診断されます。なのであの我々の方では、良性のしこりなのか悪性のしこりなのか、実ははっきり手術前に分からないしこりというのがあるということもあの説明したいところで、良性の結節で手術を適用する場合もあります。決してがんだけということではないんですね。それの一つの大きな理由は、今お話ししたようながんとの鑑別が困難な腫瘍、あるいはどんどん大きくなってくる腫瘍も 3から4センチ以上、こういうこのようになってくるとがんの可能性があるというお話をします。ただし細胞を取ってみても、悪性ということは出てこないんですね。なので我々患者さんには、今のところ良性という診断だけども5から10% の確率でがんの可能性があるということをお話しして、そして、患者さんに選択してもらいます。手術をするか、あるいはもう少し様子を見るかですね。で、まあ、そういうような時にはもちろんこう右側だけを取るというような形になります。ただ両方にしこりがあった場合は全部を取るという時もあります。で我々のところでは、合併症があると大変なんですけども、実はですね、どのような入院期間はだいたい手術の前日に入院します。で次の日手術で、こっから合併症が起こるとするともうその次の日の朝までなんですね。ここで術後出血などの合併症がないというふうになれば、僕らが朝患者さんにお会いしてお水を飲んでもらいます。でお水を飲んで問題なければ食事がお昼から開始で、次の日あの抜歯、実はこれ抜歯はですね、あんまり長い間、例えば1週間とか抜歯しないでそのまま糸を残しておくと横の傷が作れちゃうんですね。なのでなるべくここの早い段階で抜歯をして、あとテープであの固定する、あとあの管も抜く。で皆さん手術から術後3日目で退院というふうになります。大体あのこういうお話をするとこんなに早くていいんですかというような形を聞かれるんですけども、まあ、皆さんこういうふうにあの経過をたどってますよというと、納得、安心して納得されているようです。合併症ですね、先ほどお話ししたその手術終わってから出血する、あるいは反回神経麻痺が起こる、あるいはこの甲状腺の裏に副甲状腺というのがあるんですけども、これが全部取るような形になると一時的に、血流が下がってこのカルシウムが下がるということが起こるんですね。こういう合併症が起こる時もあります。で特にこの反回神経麻痺っていうのは非常にあの、僕らの中で命に関わる場合もあるんですけども、この、合併切除したとき、我々この神経と神経を縫合といってもう一回縫って再建というふうにするんですが、必ず機能するとは限らない。であとは先ほどお話ししたようにつまんだだけでも、起こる場合がある。多くは一時的です。ただ両側になった場合は窒息の可能性がありますので、そういう場合にはここの気管というところに穴を開けて、空気の逃げ道を作らなければいけません。場合によっては緊急的にこれをやらなくちゃいけない場合もあります。あとは、むせると、あと声が枯れるということがあります。で、最近これあの前からあの我々の施設でやってるんですけども、我々のグループではなるべくこの首の方に
傷が残らないような形で液化と、あとここ乳輪のところを、からこう鉗子という管を入れてですね、そこで甲状腺を取るという手術も、行っています。これも全国の、できる施設ではいろんな方法で行ってきたという歴史もありまして、現在良性のものに関しては保険適用というふうになりました。あともう一つはですね、なるべく傷を小さくというような形で、30mm、3センチぐらいの傷で、こういうラッププロテクターというこういう傷を防御するようなものを用いてですね、でなるべくこういうふうにこの筋骨というんですけど、これでその手術見たいところを動かしながら、見ていって、それで、なるべく小さいので手術をする。あと最近はですね、この神経というのを今までは見て確認するしかなかったんですけども、この手術中に神経モニタリングシステムというのがあって、この黒いところを神経に当てると、こう音が鳴って、これは神経ですよというふうに、教えてくれる機械が、開発されました。で非常にこれができてから安全に、より安全に手術もできるというふうになっております。さて、我々じゃあどういうものに対して、先ほど言った針を刺して細胞を取る、実は全て何かしこりがあったら、針を刺すわけではないんですね。で5ミリ以下の場合どうするか、実は針を、刺すというのはあまりしません。で5ミリから10ミリ、1センチ以下の場合ですね、これは悪性を強く疑うときだけ、細胞診です。少しハードルが高いですね。で1センチから2センチ、これは少し悪性を疑う場合は、細胞診です。で2センチ以上の場合はなるべく、細胞診するということで、こういう形でしこりがあったからといって全て細胞を取るというわけではありません。で、甲状腺の超音波検査をするとどうしてもですね、しこりができてしまう。ただ我々は、必ずこういうガイドライン、こういうガイドブックに沿ってどういうことをするかというのを決めております。小さいものはなるべく、針を刺さないということですね。で、もしがんというふうになった場合、実は1センチを超えるようなもの、1センチ以下のもの、すべて手術をするというのは、最近では、日本からですね、手術、経過を見るということが可能なのではないかという論文が出てます。でこれはなかなか全てをそういうふうにはしてないんですけども、患者さんにこれを説明して、もう少し様子を見たいという場合は経過がんというふうに診断されても経過観察をするという選択肢があるということです。でこういうガイドラインにあるんですね、1センチ以下のがんにおいて手術を行わず非手術経過観察を行えるのはどのような場合ですかということですね。でこれはですね、先ほど言った気管に近い、反回神経に近い、あるいは被膜浸潤が近い、リンパ節転移が疑い、こういうものは積極的に細胞を取ったり手術を進めますが、これに当てはまらないときは経過観察ということはあります。ただ、今小児ではまだ、基準がないということですね。で我々の中ではこういうような、小さいがんでリンパ節転移がないものっていうのは半分だけ取りましょうと。大きいもの、5センチ以上のもの、明らかにリンパ節転移があるもの、明らかに他の臓器に浸潤をしているものっていうのは全部取る。で場合によっては手術後にこれアイソトープ治療を行う場合もあります。でその間のものはどうするかというと、欧米ではアメリカとか、ヨーロッパでは実は全部取るというのがほとんどですね。日本ではなるべく機能を残そうということで、半分だけ取るという場合が、多いです。ただこれは施設によって異なっています。で
我々の考え方は、若い人、実は甲状腺がんは若い人は予後良好であるということ、というような、ことが分かっておりますので、まあ、なるべくこのアイソトープ治療年齢を遅らせる全摘での、永続的甲状腺剤補充の心身の負担を避けることで、結局全部全摘してしまうと一生こういうホルモン剤を飲まなくちゃいけないですね。なるべく半分残してあげる。なので、はい、今のはあのピンク色のところは子供に、若い人にこの適用した場合ですよね、はい、大人は関係ないですね。これ子供の場合ピンクの場合、あの若い若年者とか若年成人や小児ですよね。若年者に限ります。そうですよね。なぜ今そういう話をしたかというと、実はですね、このベラルーシの手術、これ小児若年性甲状腺がん手術の比較ということで、ベラルーシはこれ全部取ってるんですね。で、我々の施設というのはなるべくそういった理由、半分残してあげる。それで、甲状腺これを全部取ってしまうと甲状腺ホルモン一生飲まなくちゃいけないということがありますので、なるべく半分残してあげるというような、手術で、このような形で、ベラルーシの手術例とは術式が少し違うということもご理解していただいて、で我々が目指しているのはやっぱりがんであった場合手術っていうのがどうしても避けられない場合もあります。ただそれと傷の方をなるべくこう小さく、まあ、年齢が若い人にとってはやっぱり、美容の問題もありますので、こういうふうになるべく小さい手術傷で手術をするという選択肢も我々は心がけています。ただ年齢が高齢な方、あるいはがんがある程度大きい方っていうのはどうしてももう少し傷の方が大きいというふうな形になるというのはやむを得ないというふうに考えています。では、ご清聴ありがとうございました。